2018明治安田生命 J1 リーグの第32節です。法典のパナソニックスタジアムスイーター、ガンバ大阪対湘南ベルマーレのゲームをお届けします。そして今日はこの遠藤康人が J1 通算600試合出場ということになります。さあ、それでは今日の両チームのスタートのメンバーフォーメーションでご覧いただきましょう。代表ゴールキーパーの東口が帰ってきました。今日は右サイドに米倉が入っています。さて、今度は湘南ベルマーレスタートのメンバーです。ゴールキーパー木本、山根、坂、大野という鉄壁のディフェンス陣です。金子、石川のボランチ、右岡本、左杉岡、トップに山崎、シャドウで菊池と梅崎が入ります。近いところがシュート的なボールが変化しましたが枠には飛びませんでした。大きなチャンスになりました。最後は大野か。足元へのいいクロスが入ってきます。このセカンドをまた拾いました。右足のシュート、ストップ、こぼれ球。いいシュートシーン、湘南まだニアへ。コーナーキックです。立ち上がり攻めます、湘南。まあやはりね、湘南の出足すごくいいですね。杉岡が中に。杉岡クロスボールはヘディングシュート、強いシュートにはなりませんでした。アデミューソン、中央にファンミジョがいます。ニアへ、こぼれのところを食らった、入ってはいなかった。これまた決定的エンド、小野瀬、食らったのパスから米倉、上げたヘディング、後ろから藤原、サイドネット外でした。まあ、後半明らかにガンバは意図的にこういったコンビネーション、はい、素早いパスワークで攻め込んでますよね。近藤のパス、米倉入れてヘディング、横に決めました。素晴らしいですね。これで出場6試合連発、クラブ最長ゴール記録に並びました。エスコバ、宇佐美、アラウジョ、これらに続いての8人目。2018年のガンバのエース、ファンミジョ先制ゴール、鮮やか。山根、縦ダイレクトパスからうまく後ろ取った、シュート、小川のシュート、流れいいです ね、 ね、小川の得意のプレーですが、杉岡裏を狙ってくる、スイッチはしない、シュート、セーブをした東口、まだあるぞ、クロスボール入れる、ヘディング、いや東口よくセーブしました。まあ、しっかりねコースがねバックアップ、はい、ワンサイド抑えてるのでキーパーとしても ね、石川のいいシュートでしたが、ヘディング、ここは競り勝ってセカンドボール、さあうまくつなぎたい湘南、シュートまでいけるか、懸命に上がった後ろからシュート、ポスト、ポスト、これまた決定機でしたが湘南、だがうまく粘りましたね、はい、杉岡入れてくる、ファーで競り合わせる、そしてシュート、東口の正面でした。これも決定的なシーンでした。いやー、隙がないと言いますか、先ほどから2発ですよ。パスが出た、渡辺和馬、和馬出してシュート、ポスト、もう一度、枠には行きませんでした。最後は小野瀬、遠藤だ、そしてここで笛、ガンバ大阪8連勝、そしてファンミジョ
6戦連発。